どうも、それです。さあさあ、今回はね、カメラを1点紹介していこうと思います。まあ僕は今までにね、まあ紹介してないものもありますけれども、まあ今使っている一眼レフカメラですとか、アクションカム、ソニーの FDR-X3000、GoPro 10-11、中華製のね、安いアクションカム、他にもカメラ紹介してます。例えば、防犯カメラですね。はい、もう3点ほど紹介してます。今まで様々なね、カメラを紹介してたんですけども、今回紹介するカメラは、固定カメラ、アクションカム、防犯カメラ、それら全てを踏襲したような、カメラとなってます。それとまだプラスアルファのね、多機能なね、カメラとなってます。それがこちら。はい。アキーヨキャンプ用多機能カメラ AKY-M1 ですね。はい、今日はね、こちらのアキーヨの多機能カメラを紹介していこうと思います。それでは本日も頑張っていきましょう。レッツゴー。はい、今日はね、まあアキーヨのキャンプ用多機能カメラを紹介していくっていうことなんですけども、まあカメラたくさん紹介してます。そしてアキーヨ製品もねたくさん紹介してます。まあもともと一番主力なのがやっぱりバイク用品、バイク用ドラレコですとか、あと車のドライブレコーダーにも強いね機器メーカーになってます。で他にもね、今使ってる LED ライトですとか、まあ僕も、たくさんね、ドラレコの方をこんな感じで紹介してますし、他にもバイク用品ですと、超振動吸収充電スマホマウントですとか、USB 充電器でもものすごい多機能でね、こんな感じの製品を紹介させていただいてます。まあアキーヨさんはね、世界初の最新技術を搭載した様々なガジェットを、まあ、作ってるメーカーになっております。そんなね、まあアキーヨさんが今回キャンプ用多機能カメラっていうことで、めちゃくちゃ楽しみですね。はい、もう早速ね詳細の方を見ていこうと思います。はい、じゃあ早速ね、もうこちらの方開封していきましょう。よいしょ、まずは側を取ってもう開封していきます。よいしょ、ドン。おお、じゃあ行きます。せーの、こんにちは。おお、なるほどね。まずこちらが取扱説明書、ちゃんと中もね、うん、そうですね、日本語対応になってますね。はい、そして、こちら三脚がついております。これも後で詳細見ます。そしてこちらが本体になってます。これもね、後でちょっと見てみます。で、あともう中はないですね。はい、以上がまず梱包内容ですねとなってます。はい、さあ行くぞ。はい、じゃあこれらがね、セット内容全部となってます。まず三脚からいきましょうか。はい、こんな感じの三脚がついてます。三股三脚となっていて、これがなんとね、ほら曲がります、自在に。これがなんで曲がるかっていうのは後でね、説明していこうと思います。はい、でいよいよねこちら本体開けていきます。よいしょ、せーの、こんにちは。おー、本体があって付属品ですね。まず付属品たちを見ていきましょう。はい、まずこれが固定用ベルトとなってます。そして、USB ケーブルですね、これも C2C ですねになってます。はい、で、アキーヨのストラップですね。はい、裏面には A4 無地ですかね。はい、平穏無事という風に書いたストラップがついてます。そしてプレートと、両面テープですねが付属しております。で、いよいよ本体ですね、いきます。せーの、ドン。おー、意外と小型ですよ。なんか思ったよりめちゃくちゃちっせえ、なんかもうちょっとこうごついんかなと思ったんですけど、やっぱりね多機能カメラっていうことで、まあ結構フットワークも軽い作りになってますね。はい、表面もうペリペリ取っちゃいましょうか。ペリペリも剥ぎます。
前と後ろですね、後ろにもペリペリがあります。はい、じゃあ本体軽く説明していきます。まずフロント部ですね、こちらにカメラが内蔵してます。でこちらセンサーがあって、まあ電源ボタンですとかいろいろ選択するボタンがついてます。でなんとこちらの方ね、赤外線 LED がついてます。要は暗所でもね、見えるスペックになってます。で、一番下ですね、ここちっちゃくなんですけども、マイクがついてます。はい、でちょっとこのカメラのレンズの下の方に、こちらの方にディスプレイがついてて、裏面、はい、こちらの上の方にもね、ディスプレイがついてます。まあ両面ですね、ディスプレイがついてて、裏面のこの中央の部分ですね、先ほどのベルト固定用のね、ブラケットがついてます。で後ろ面のね、こちら下側にはね、こちらには、スピーカーがついてます。はい、そして下面ですね、三脚の取り付け穴がついてます。M6 ですね。まあこちらの三脚をね、ネジネジしてこんな感じでね、つけれるようになってます。そして、こちらね、ゴムの部分をはぐりますと USB-C のジャックがありまして、こちら、マイクロ SD スロットルがついてます。はい、以上がねこちらの、まあ、本体部分ですね。さあ行くぞ。そして、スペックについてなんですけども、こんな感じです。はい、9000ミリアンペアアワーのバッテリーが内蔵されていて、こちらビデオがですね、なんと最大28時間録画できるようになっております。すごくねっすか、28時間ですよ。で撮影モードについてなんですけども、カメラそして動画のモードなんですけれども、3パターン、常時撮影モード、要は定点でずっと撮ったりとかですね、アクションカムみたいに持ち歩きながら自撮りしたりとか、そういった撮影ができます。そして、人感センサーモードというものがありまして、防犯仕様にも使えますし、例えば畑とか田んぼとか商用施設とかですね、まあ獣害防止、盗難とかいたずらとかですね、ああいったものに使えれる、まあ、人感センサーというものがついてます。そしてタイムラプスが撮れるようになってます。で、インターバル撮影っていうのがありまして、静止画をずっと連続してね、何分おきに撮るかっていうのをパシャッパシャッパシャって5秒おきとか、1分、2分、5分、10分、30分、1時間、2時間、5時間、24時間とね、撮影間隔をね自分で設定できて、まあアプリケーション上でそれをつなげて動画にすることもできるようになってます。で次に、先ほども言いましたけれども、暗所機能ですね、赤外線 LED がついてて、暗所も見れるようになってます。でメモリーカードは、32GB から128GB まで、対応してます。まあ写真の解像度が200万画素ですとかね、防水防塵規格なんですけども、これが IP66 ですね。でこちらの方、動作環境温度については、これ脅威のマイナス20度から、そして上は70度まで対応できるんで、ちょっとやそっとじゃね、真夏の、定点撮影でも熱だれもしないですし、寒い冬でもね、落ちることはまずないと思います。で、湿度に関しても5から60% までいけますんで、全然許容範囲だと思います。はい、以上がスペックになります。はい、じゃあちょっと電源の方ね入れてみます。はい、はい、ハローアキーヨと出てきますね。はい、こんな感じで結構ね、フロント部には見やすい液晶がついてます。電池残量ですとかね、どのくらい録画してるかですね。はい、で裏面こちらの方に、ほら液晶がね、ついてます。結構解像感もいいですしね、見やすいでしょうね、こんな感じね。はい、でも簡単にね動画の撮影とかもね、できて、モードの切り替えとかね、すごく簡単にできるようになってます。はい、スペックとしてはね、以上ですね。で撮影に関してなんですけども、まあ普通にね、三脚でこう置いて、まあ、角度も決めやすいし、まあこちらフレシキブリになってるんで、まあ枝とか棒とかにね、こうやって巻きつけたりして、こんな感じでね
使うやり方もありますし、柱とかにね、ベルトで固定することもできるんで、今からね、まあいろいろ撮影の方ね、試していこうかなと思います。まあ実際の映像の解像度ですとかね、音の入り方、音質とかね、見ていこうかなと思います。それではね、外の方へ撮影行ってきます。レッツゴー。さあ行くぞ。さあ今から、音声テストをやっていこうと思います。はい、まず正面ですね。どうもこんにちは、四つ葉です。ちょっと離れてみます。どうもこんにちは、四つ葉です。じゃあ次に後ろから回り込んでね。はい、今後ろから回り込んだ状態です。どうでしょうか、音声の方はどうでしょうか。はい、映像の方はいかがでしょうか。はい、じゃあちょっと手持ちでね、やってみます。はい、こんな感じ。ちょっと前へ歩いていきますね。どうでしょうか、聞こえますでしょうか。映像のブレとかはこんな感じです。じゃあね、次は、暗所でのテストをやろうと思います。はい、はい、今ガレージの方へね、やってきました。こんな感じです。もうめちゃくちゃ真っ暗です。ここでちょっとね、赤外線カメラ、暗所撮影モードに切り替えたいと思います。せーの、ドン。はい、お、すごっ。はい、どうでしょうか、めちゃくちゃ綺麗。はい、ディスプレイで見てても結構見えてますね。はい、ちょっと手持ちに切り替えてみます。こうやって持って撮影しても、うん、結構綺麗に見えてるんじゃないかな。はい、右左右と真っ暗ですよ。これすごいですね。はい、以上となります。さあさあ、映像そして音声の方ね、見ていただいたんですけども、いかがでしょうか。まあ、実際ね、ちょっと見て、どうかなっていうね、まあちょっと僕がね、期待しすぎた部分もあるんですけれども、ちょっとね、まあ GoPro とか Vlog カメラでは使えないような感じですね。まあ、商品ページの方にこうやってね、外人さんがこれを置いて料理を撮ってる動画、あるいはこうやって夫婦でね、こうやって自撮りしてる動画もあったんで、そういうね、アクションカムとか Vlog とかのね、運用もできるっていう風にね思って、まあ、手に入れたんですけども、ちょっとね、映像としては不自然っていうか、やっぱり防犯監視カメラっていうクオリティかなと思いました。そして音声に関してもめちゃくちゃ小さいですね。まあ集音する口がね、もう本当にね、めちゃくちゃちっちゃいんですよ。なんか爪楊枝よりなんか裁縫の針で通したような穴しか開いてないんで、集音自体もね、かなり難しいと思います。かなりこう寄ってね、喋らないと多分集音できないです。まあ撮ってた距離もこのくらいで喋ってたんですよ。それでも全然声が入らなかったんで、ちょっとねきついなって思いました、正直ね。そしてまあブレ補正もちろんちょっとついてなかったんで、まあそういったね、まあアクションカムみたいな Vlog とかの運用っていうのはちょっと難しいんかなって思いました。ただ、防犯カメラ、監視カメラとすれば、めちゃくちゃありだと思います。解像度自体もすごくよく見えてましたし、特に暗所での映像めちゃくちゃ綺麗でした。しっかりね映ってましたんで、まあそこはね大丈夫かと思います。さあ行くぞ。まあ今回ね、こちらアキーヨのまあキャンプ用多機能カメラ手に入れて思ったことが、まあ本当に防犯上に使うカメラかなと思います。畑とか田んぼの獣害とか建設現場とか事務所とかね、家とかの盗難対策、泥棒対策にはすごくいいと思います。本当にキャンプで使うんであれば、テント立てて荷物を置いて買い出しに行ったりとかね、シャワールームがあるサイトとかだったらそのまま行かないといけないんですけど、これをね
テントの隅とかテントの中とかに仕込んでおけば、まあ、もし盗難にあった場合証拠となりますし、非常にまあ使い方次第ではね、かなりいいと思いますんで、まあ、そういう方には絶対おすすめだと思います。あとまあ、バードウォッチングっていうかね、これ本当に28時間回るカメラなん でめちゃくちゃいいと思います。結構小型でねいいですし、で後ろのブラケット部分こちらの方磁石になってて、その鉄塔というか柱とかにガチャンってつきますんで、まあそういった使い方もありだと思いますし、木とかにね、付属のバンドでくくりつけて監視するですとか、でもう一ついい点っていうのが、こちらの方 9000mAh の容量があるんですけども、実はモバイルバッテリーにもなります。だから本当キャンプに行った時はね、非常電源スマホが切れそうっていう時に充電もできますし、ここにライトユニットみたいな USB でつくライトとかつけたりね、まあいろいろ使用用途は、かなりあるんで、まあ本当にね使える人にとってはもうかなりグッドなアイテムだと思います。ただ、Vlog には、向かないので、そちらの方だけはね気をつけてください。はい、それではね、本日はこの辺で終わりたいと思います。まあ、今日はね、秋広さんの、キャンプ用多機能カメラを紹介させていただきました。まあ、ドライブレコーダーで、めちゃくちゃ強い秋広さん、まあ、たくさんいろんなガジェット出してるんで、また面白い商品があればまた紹介させていただこうと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。四つ葉でした。ジャケット。